皆さんこんにちは。というわけでですね、今回は皆さん架空請求って知ってますか？怖い出来事なんですけれども、それをね、なんと今回僕の、ね、友達が引っかかっちゃいまして、でね、もう案の定これ来ちゃったんですよ、こういうメールが。でね、12万円を振り込めとか書いてあるんで、僕が代わりに架空請求業者に連絡してどれぐらい安くしてもらえるのか、プラス架空請求業者の人と仲良くなれるのかとか、いろいろちょっと検証していきたいことがあるのでやっていきたいと思います。下のところに電話番号が書いてあるので、そこの電話番号に今からかけたいと思います。いきます。もしもし。もしもし。はい。あのですね、はい、あの先ほどあのご登録完了というページが来てですね。あ、はい、ご登録完了ありがとうございます。はい、なんかお客様のご利用料金は180日間の定額制で12万になりますって書いてあるんですけど。はい、そのままでございます。はい、どう、お支払い方法なんですけど、お名前は何でしょうか？名前、あ、孫です。あ、孫様。はい、今から外出とかって大丈夫ですかね？はい、どうすればいいでしょうか？近くのコンビニに行ってもらって、はい、セブンでもいいですかね？あ、大丈夫です。ほう。で、セブンイレブンの ATM に、はい、私の口座番号を、はい、教えますので、はい、それを入力して、はい、12万円を振り込んでいただくといった形になります。12万円って今料金出てるんですけど、はい、なんかもうちょっとね、架空請求業者さんも鬼じゃないと思うんで、まあ、12万からちょっと下がったりしないですかね？いやー、それはちょっとできないですね。できないですか？はい。1円でもいいですか？1円でも。1円でもダメです。1円でもダメですか？そうですか。ですやりますね。はい。やっぱ儲かってますか？そうですね。あ、そうなん。他の人もちゃんと12万円をちゃんと支払っているので。あ、そうなん。孫様だけやっぱり1円少ないっていうのもやっぱりダメなんですよね。やっぱ金持ってるとモテますか？いや、まあそれなりに。おー、やりますね。僕もやっちゃおうかな、架空請求。わかりました。今からじゃあコンビニ行くんで、コンビニ着いたらまた連絡します。はい、はい、失礼します。失礼します。だってさ、でね、まあ、今からコンビニ行こうとしてもまあしょうがないので、コンビニの BGM 流して、まあ業者を騙して ATM のね前にいる感じを醸し出そうと思います。ではかけます。いいよね、もうザ・セブンでしょ、ザ・セブン。いきます。もう一回かけます。もしもし。あ、もしもし。家から歩いて2歩なんで、セブンイレブンが。あ、孫様ですか？孫様、あ、孫様です。セブン今着きました。はい、それでは今から、はい、指示の通りにやってくれればと思います。はい、まず、ATM があると思いますので、はい、ATM の方に向かっていただいて。あ、はい、ATM ですね。今来ましたよ、前に。あ、来ましたか。はい、そしたら私の口座番号を教えますので、そちらを打っていただいて、はい、12万円を。ここでドン・キホーテの曲を流して始めたいと思います。いきます。孫様。